カーク・ハロルド・ギブソンはアメリカ合衆国、ミシガン州、ポンティアック出身の元プロ野球選手。左投げ左打。現役時代は主にデトロイト・タイガース、ロサンゼルス・ドジャースで活躍。アリゾナ・ダイヤモンドバックスで2010年シーズン、途中より監督代行に就任し、2011年より正式に監督に就任して2014年まで務めた。ミシガン州立大学では野球の他にアメリカンフットボールでもワイドレシーバーとして全米大学チームに選出されるほどの活躍を見せた。大学卒業時には MLB のデトロイトタイガースと NFL のセントルイスカージナルスの両方からドラフト指名を受けたが野球を選択。タイガース入りして1979年9月8日にメジャーデビューを果たす。1983年には右翼手のレギュラーとなり、1984年にはチームが地区優勝し、リーグチャンピオンシップシリーズでは MVP に選出される活躍を見せ、チームをワールドシリーズに導く。ワールドシリーズでもサンディエゴパドレスを破り、ワールドチャンピオンに輝いた。タイガースが3勝1敗と王手をかけたタイガースタジアムでの第5戦8回表にパドレスが1点を返して1点差に迫ったその裏、ギブソンはパドレスのリリーフエース、リッチゴセージから4点差と引き離すダメ押しの3ランホームランを打ち、シリーズの趨勢を決する一打となった。1984年は27本塁打、29盗塁を記録し、ワールドチャンピオンも経験した。1985年は29本塁打、30盗塁で惜しくもザ30から30クラブを逃す。この年のオフにフリーエージェントとなる。去就が注目されたが、当時は各球団のオーナーが共謀してギブソンのような高額フリーエージェントとの契約を避けたために良いオファーが得られず、旧所属球団との交渉期限となる1986年1月8日にタイガースと再契約。このシーズンも28本塁打34盗塁と惜しくも30から30を逃し、結局引退まで30から30は達成できず、しまいとなった。1987年も24本塁打を打ってチームの地区優勝に貢献。その年のオフに1985年から1987年にかけてのオーナーの共謀が反トラスト法違反とみなされ、ギブソンも再度 FA が認められ、ロサンゼルス・ドジャースに移籍。1987年にはフロリダ州レイクランドで自家用セスナ機で標高25200フィートを飛び、全米飛行家協会公認の最高記録を達成した。タイガース時代の監督スパーキー・アンダーソンは、チーム事情のために、ギブソンのメジャー昇格が早まってしまったことを後に、悔やんでいる。もう少し経験を積ませてからの方が良い成績を収められたと語っている。初のナ・リーグとなった1988年は、終盤に足を痛めたが132試合で打率、290、25本塁打、75打点と活躍し、チームの地区優勝に貢献。ニューヨークメッツとのナリーグチャンピオンシップシリーズは、メッツ有利が囁かれていた。第3戦では、雨のシェイスタジアムで、ムーキー・ウィルソンの打球を足を滑らせて、膝立ちになりながらもキャッチ。第4戦は、同点で延長戦となり、12回表に、決勝のソロホームランを打つ。そして第5戦では5回表に3点本塁打を放つ。などの活躍で、チームのワールドシリーズ進出に貢献した。ワールドシリーズも、ホセ・カンセコやマーク・マグワイアらの強打を誇る、オークランド・アスレチックス有利と予想されていた。このシリーズでは、ギブソンは足の故障を悪化させて走ることができず、スターティングラインナップからは外された。迎えた本拠地、ドジャースタジアムでの第1戦。1回裏に、ドジャースが2点を先制するが、アスレチックスは2回表に、カンセコの満塁本塁打であっさり4から2と逆転。ドジャース打線は、その後、アスレチックスのエース、デーブ・スチュワートに抑えられ、6回に1点を返し、4から3と1点差に迫るが、アスレチックスは9回裏にその年45セーブを挙げたリリーフエースのデニス・エカーズリーが登板。すぐに2アウトを取るが、代打のマイク・デービスが死球で出塁。続いてギブソンが投手アレハンドロ・ペーニャの代打に起用される。デービスが2塁盗塁成功。3ボール、2ストライクのフルカウントからエカーズリーが投げた。彼が得意とするローボールのスライダーを片手打ちのようにスイングすると、打球は右翼スタンドへの逆転サヨナラ2点本塁打となった。ギブソンが2塁ベースから3塁へ向かう途中で見せた独特の両腕をパシッと前後に出したポーズは日本でも放映された。そして足を引きずりながらダイヤモンドを一周する姿はこの年の MLB のハイライトと言えるシーンとなった。ギブソンがこのシリーズに出場したのは、この1試合1打席きりであったが、永遠に語り継がれるであろう一打となった。ドジャースは、オーレル・ハーシュハイザーの力投もあって4勝1敗で、アスレチックスを下し、両リーグでワールドチャンピオンを経験した。なお、このワールドシリーズから30年後の2018年10月27日、ドジャースタジアムでのワールドシリーズ第4戦で、エカーズリーとギブソンによる始球式が行われた。そして、その年のナ・リーグ MVP に選出された。シーズンの成績は特筆すべきものではなかったが、プレーオフ、ワールドシリーズでの印象的な活躍によって選ばれた。その後、1989年と1990年は、いずれも故障で100試合以下の出場にとどまり、1990年限りでFAとなって、ドジャースを去る。1991年にはカンザスシティロイヤルズに移籍。この年132試合に出場するが打率.236、16本塁打に終わり、翌1992年はピッツバーグパイレーツに移籍。この年はわずか16試合の出場に終わって自由契約となり、1993年は古巣タイガースに6年ぶりに復帰。その年は116試合に出場。1994年から1995年の MLB ストライキでシーズンが途中で終わった翌1994年は98試合の出場で23本塁打を打つ活躍を見せるも、1995年8月に現役を引退。1998年から2002年には FSN のタイガース担当解説者を務め、2003年にはタイガースのベンチコーチに就任。2005年には打撃コーチに変更。2007年にはアリゾナダイヤモンドバックスに移籍してベンチコーチとなる。2010年シーズン途中で監督 AJ ヒンチが解任され、7月1日に監督代行に就任した。同年シーズン終了後に正式な監督としての契約を結んだ。2010年は地区最下位に終わったチームを2011年には94勝を挙げて地区優勝に導き最優秀監督賞を受賞した。選手として MVP を受賞し監督として最優秀監督賞を受賞したのは史上4人目となった。2014年9月に成績不振により解任された。2017年1月9日にミシガン州立大学時代のアメリカンフットボールの実績が評価され、カレッジフットボール殿堂に選出された。1レシーブの平均ヤード 20.96 は、2017年現在でも、同大学の歴代最高記録となっている。現役時代にギブソンがつけていた背番号は、ほとんどが23であったが、2000年にタイガースの背番号23は、ウィリー・ホートンの永久欠番となったため、2003年から2年間ギブソンがタイガースでコーチを務めた際につけていた背番号は、隣の番号である22だった。ダイヤモンドバックス監督時代は、現役時代と同じ背番号23だった。2016年終了時点でリーグ MVP になった選手で、オールスターの出場歴がないのはギブソンのみである。1979年から1984年までタイガースのチームメイトだったデーブ・ロゼマとはお互いの夫人同士が姉妹という義兄弟となる。タイガースがワールドシリーズ優勝した1984年12月22日に合同で結婚式を行った。ロゼマは1977年の15勝をはじめ1986年に引退するまで60勝を記録。ありがとうございます。